今回のグループトリップチャンネルは、海外の社員団体旅行でしかできない特別な体験ができるユニークメニューの紹介です。シンガポール1カ所、ハワイから2カ所ご紹介していきたいと思います。まずは絶景のパノラマパーティーができるシンガポールのガーデンズバイザベイです。ガーデンズバイザベイはマリーナエリアに位置する広大な近未来植物園です。園内には高さ35メートルの迫力ある人工滝や5大陸から集められた植物を鑑賞できる世界最大級のフラワードームがあります。そんなガーデンズバイザベイのアイコン的な存在でもある人工の大木スーパーツリーは世界的に有名です。この高くそびえる幻想的な木の下を貸し切ってイベントやパーティーを開催することができるんです。このパーティー会場からはマリーナベイサンズとスーパーツリーをパノラマビューで楽しむことができちゃいます。こんな開放的な空間でパーティーができるなんて素敵ですよね。シンガポールへの社員団体旅行を計画中の方はぜひ参考にしてみてください。次にご紹介するのはハワイのオアフ島のパワースポット、クアロアランチです。クアロアランチは東京ドームおよそ347個分の広さを誇る巨大な牧場です。その壮大なスケールからハリウッド映画のジュラシックパークなどのロケ地としても利用されました。そんなクアロアランチにはなんと旅行参加者の登場をド派手に盛り上げる演出プランがあります。バギーでクールにだったり、ジープでワイルドにだったり、さらにはヘリコプターで登場なんて演出もできちゃうんです。まさに映画のワンシーンさながらの演出ですよね。社長様や役員様の登場に使うことが多いです。ランチパーティー会場も参加人数の規模によって選べますし、屋外でのバーベキューパーティーも盛り上がります。お食事の前後で様々なアクティビティツアーも楽しめるので、丸1日滞在することも可能です。ぜひ登場演出とスケールの大きな大自然を使ってパーティーを盛り上げてみてください。最後に紹介するのはハワイでも有名な豪華客船スターオブホノルルでのサンセットディナーパーティーです。スターオブホノルルは全部で1500名を収容できる豪華客船です。船内で食べるロブスターなどの食事も大変好評で、揺れが少なく食事とショーが楽しめるということで人気の船となっております。そんなスターオブホノルルのフロア貸し切りができることをご存知ですか？4階建ての構造をしており、フロアごとに食事やショーの内容が異なります。参加人数の規模や雰囲気を見てフロア貸し切りをしてみてはいかがですか？船内では参加型のポリネシアンショーもやっており、大盛り上がりで最後には参加者みんな踊っていることでしょう。サンセットの時間にはぜひデッキへ出て美しいハワイの夕日をご覧ください。プライベート感のあるクルーズパーティーは思い出に残ること間違いなしです。社員団体旅行ではこのように様々なユニークメニューで思い出に残るイベントを開催することが可能です。ぜひ組織のコミュニケーション向上などにご活用ください。お問い合わせやお見積もりに関しましては HIS 法人営業本部までお問い合わせください。以上、グループトリップチャンネルでした。